私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う、達者で。酒井様。こっちだ、ソラ。お前はかけがえがない。走れ。酒井様。猛虎を倒してください。やつが火薬玉を投げた。まさか素手でか。旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですがなぜか泣いてました。この前あの煙を追ってみて、何か見つけた。さあどうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。あなたのご武運を願ってますよ。ご遠慮なくご覧ください。どうかご自愛ください。何でもお手伝いいたしますよ。走れ、ソラ。酒井。巴の消息は。
日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。Hmm.
罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。大主は優しすぎるな。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。大主も招いておるぞ。敵にのみ島中にだ。武士は自制を持たねばならん。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。罪かもあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、全く度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。
長尾博則に撃たれた者の黙れ。長尾博則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。酒井、手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。
一殺。やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない。武士の誉れを傷つけることよ。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。
軍が。ひとまずは来よったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、馬鹿にしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。